はい、10時になりましたので、相場解説を続けます。今見ていただいているところで、相場がね、こういうふうに下ヒゲを出して、戻ってきたわけなんですけども、下を固めているところなんですけども、こちらの小刻みなところを見てください。朝解説したように、これは売りと買いがね、釣り合ってる状態なんですよね。で、この後この釣り合った状態からどちらかにブレイクするっていうお話を今朝したと思います。上にブレイクするのか下にブレイクするのかですよね。で、分かったことが2つあって、1つはですね、ここの、そうですね、101円、102円ぐらいですか、102円ぐらいの抵抗ができたかなってことですよね。投資家さんは102円よりも下に行くことよりも、102円以上、103円の間で推移することを、望んだのかなってことですよね。下ヒゲが随分長く出てるのが特徴です。今、ここにね、下ヒゲが出ている箱を作りましたけども、3本出てますよね。で、これによって大きく下がっても、すぐにね、買い戻されて、上昇に向かうということがいるかなと思います。これが一つ。もう一つは、やっぱりね、買いの勢いの方が結果的に強かったなっていうことで、この赤い陽線が3本続いたわけですよね。で、これが2つ目なんですけども、101円から103円の間で市場が形成される、レンジが形成されるって話は今朝したと思いますけど、昨日もしましたよね。その通りになったかなってところですね。で、あとこれから考えることっていうのは、この窓に対してどういうふうに動いていくかなんですよね。ここに抵抗ラインを引いた時に、今上昇中のこの赤いラインがこの窓を直前として止まっていくのか、それともやっぱり迷信通り窓を埋めていくのかってことですよね。窓を埋めると、今度は101円から103円ではなくて、104円からね、106円、それ以上の以前のここら辺のね、市場に戻ることも考えられます。窓を埋めに行くのかどうかっていうことですよね。一つ行動指針として分かったのは、とりあえずなんですけども、日経平均もナスダックもあるんですけども、101円から100円、そして100円を割る方には、誰も望んでなかったということかなと思いますよね。一瞬これは押し目というよりも、完全に買いの方が勝ってる状態なんで、これ押し目ではなくてね、買いの方に動いてるかなってことですね。そういうふうに分析するんで、エントリーはまだできないんですけども、ただですね、大きく売りに行くっていうことはもうなくなったと思います。大きく売りに行くっていうのは、どういうことかっていうと、こちらの方ですよね。101円とか100円の方に下がることを予見して、エントリーの準備をするってことはなくなったってことですね。101円から、やっぱり103円の間で、推移することを今後は見つつ、その後、このね、窓をどういうふうに埋めていくのか、もしくはもう窓の、懸念は去ったのかってことをね、見ていこうかと思います。それではありがとうございます。